よどんよどんよどん。ペットが帰るアパートを引っ越したら、そうですよね。インタビューに答え、捕まる前にインタビューに答えてたんですよね。あのカメラがいっぱい来てる時にさ、何かご存知ありま、何か知りませんかって言って、星島さんって人が何回も出てくるんだって。下に降りてくるんだって。金だからなんか探ってるっていうような感じだった感じみたいで、こんな感じですね。ここが歩くの初めてかもしれない。あ、ねむねむさん、ねむねむさん、ゆうかさん、ありがとうございます。そう、インタビューでペラペラ喋ってる人、静かに渡ってください。少人数で静かに。わかりました、静かに渡りましょう。最近なのかな、もう 4,5 年前になるかな、 2,3 年前か、溶かしたみたいですね。だからもう帰ってこないんですよね、遺体はないから、流しちゃってるから。遺体なき殺人、静かにはしましょう。最近かな、井戸が勝手に動くやつ、網戸が勝手に動くやつ、知らない。謎の少年ゆうちゃん、最近私ね、よく見てるの YouTube で、あのアンビリーバボーとか、事件のやつとか。ちょっとここ気になるから、IKS さん、ありがとうございます。ありがとうございます。お気持ちだけ受け取ります。ありがとうございます。ここ写真撮るか。なんか、これも歴史ありそうじゃないですか。かなりこれも歴史ありそうな古き橋ですけど、完全犯罪。骨はどうしたんだろうか。ここ、あ、ここ復元か。ここでバケ出してみる。画質悪い、申し訳ございません。そうなんだよね、画質悪くて申し訳ありません。確かにそれはね、申し訳、あ、画質でもそうだね、画質申し訳ありません。70にね、下げてるんですよ、ここ。80でも画質悪いんだけどさ。よし、勘定奉行の任せあれ。アンビリーバボーはできないけど、モノマネ。こんな感じ。霊は後ろに回るっていうから、一度後ろ向きに。いやー、きついな。やってみようか、それ。じゃあ私後ろ向いて、スマートフォンを後ろに向けてフラッシュにして写真撮ればいいのか。こういう感じ。やってみるね。スマホでちょうどいいレベル。はい、チーズ。撮って今。わ、今後ろ向きで写真撮ったけど、あ、なんか写真ぼやけてる。5本指のタイ使うか。これ後ろ向きで撮った写真だけど、もう少し、なんだ、すごいピンボケしてるよ。これツイートする。もう一、もうちょっといい画質で写真撮るか。うわ、怖っ。これしかもこの階段不気味じゃない。私この階段、この道始めたかもしれない。知りませんでした、ここに道あるの。もう一回写真撮るからね。肩越し、いや、やだ、もうやめてよ、怖いじゃん。ゆうかさん、広告だった、広告の赤い文字だった。もう怖かった、びっくりした。ゆうかさん、ありがとうございます。広告、あ、ありがとう。だからゆうかさん、ありがとう。あ、びっくりした、広告、赤いの見えたからさ、びっくりした。広告だった、広告の文字が赤い文字だからさ、あ、びっくりした。段差が怖い、ピントが合わせにくいんだよね、後ろだからね。やだ、全然ピント合ってないし。ピントが全然合わないじゃん。ちょっと待ってね。はい、ち、合うかな。なんか動画になってるし、今度写真だよね。広告にビタだってさ、赤い、あの広告の文字赤いからさ、怖くなっちゃった。はい、チーズ、パシャッ。待って、これ何、これ何、これ、うん、え、
待って、自分の息かな、息が後ろに行ったのかな。あ、画面タッチピント、ちょっと待って、いや、ちょっと待って、自分が後ろ、一瞬後ろ向いたから自分の息が映り込んだんだ。これ人の顔じゃない？これ。ちょっと待って。ちょっと待って、怖い怖い怖い。この写真削除したいんだけど。なんか写ってる、ここに。気のせいだよね。気のせいにしよう。あ、IKS さん、広告ありがとうございます。どの IKS さんだけですかね、広告。あ、200ポイントもありがとうございます。でも、ぼやけてるしよね。人じゃない、たまたま人に見えるだけだよな。いや、たまたま。息が多分、一瞬後ろ向いたから、その時に息が多分入り込んだんだ。でもなんかこれ、でもなんかこれやだ、これ、息ってさ、息って色つくんですか？なんでこの色、息さ、カラフルなんですか？カマブレスだとしてさ、カマブレスって色つくんですか、そもそも。ちょっと待って、怖くない？お、ごめん、顔？カマブレスってさ、色ついてんの？たまたま？ブレてる。もともとブレてるんですよね。わかんない。ツイートするか。ツイートしましょう。寒いから色つくの？あ、まあ、でも寒いから色つくのはあるかもしれないな。不具合もあるかもしれない。今、ちょっと待って。もうちょっと待って、ちょっと待ってね。写真、あ、直江津さん。そうです、直江津さんの写真も紹介しないと。直江津さんから、私の相方、セリーヌちゃん。あ、初見さんにもね、後でお見せします。これ、いつも一緒に、相方なんですけど、私の。セリーヌちゃんっていう、かわいいちっちゃいね、うさぎちゃんの置物、私の相方で、いつも助手として、いつも持ち歩いてるんですけど、そのね、かわいいかわいいの、アイコラ、ありがとうございます。ピューって抜けてる。ちょっと待って、まあ、これで和む、一旦これで和んで、じゃあちょっと写真の方をツイートしますね。10番からだよね、10番。10番、今、写真載せました。血入ってないよ。一つ穴開いてる。一つ飛び出てるんだ、セリーヌちゃんが。一つ飛び出てる。まさに心霊ハンター。どういうふうにもう一回撮ればいいんだ？ここで？ここで？ちょっと待っててね。中村一郎さん？全然色とかついてないんだけど。見えますか、これ。連射？ガジっぽい。息取れたら比較。全然違うんだけど。息取れたら同じ角度で同じようにもう一度やってみるか。こう後ろ向いて、あ、どういうふうにしたら息移り込むんだろう。あ、でも同じ感じになった。ほら。こんな感じだ。意図的にこんな感じ。連写ではな、同じ状況で写真撮影してみた。解決。でも色ついてない。息に色ついてないんだよね。おかしくない？
これさっきの。めっちゃ色ついてるんだけど、息に。え？ツイートしました、これ。安心？全然安心できないんだけど。ブレス吸って吸って。息でいいのかな？息にしておくか。息にしておく？指に見えるかな？指にも見えるかな？端の色？あー、ギボシか。このスライムみたいなやつか。あ、似てるっつっちゃ似てるね。色的には確かに似てる。ギボシにとこの手すりの色には確かに似てる。バグじゃないけど、息のあれで、タイミングで、確かに見える。このギボシ、この丸いのと、これと手すりの色にも見える。確かに見える。確かに見える、これ。ほら。これとこれ似てるでしょ？色も同じかな？手すりの色も似てるでしょ？これほら。このこれとこれ。端の色、そんな気がしてきた。手すりならあんなはっきりした出ない？ここだよな、これこれ。本当にこれ。腕が伸びてる。どう思いますか？ちなみに初見さんの意見は、ちなみに初めての方はどういう思います？常連さんは見慣れてるかもしれないからさ、見慣れてるっつってのもあれだけど、初めての方とかどう感じます？ツンツン、もろ顔に見える。それ怖いだ。今見たよ、顔だよ、顔。ももかさん、確かに腕にも見える。気のせい？気のせいか。ここね、霊感があればな、私も。霊感があればな、わかるんだけどな、言い切れるっていうのもあれだけど、言い切りたいよね。霊感を得して言い切りたい。これは心霊です。そう言い切りたいんだけど、わかんないんだよな、それが。自分もな、横顔、手じゃない顔？撮影環境最悪だし、まあ、それは確かにその通り。手じゃない顔？本当に顔に見えます。なんか赤ずきんちゃんにも見えるんだよな。なんか猛禽、なんか頭巾をかぶったなんか人がさ、この倒れ込むような感じ、これ。なんか赤いかぶり物してる人がなんかちょうどもたれかかる感じっていうんですかね、この手すりに。でも見えちゃうんだよな。そうか、なんかそう見るとそう見えてしまうんですよ。武者？私の顔？カメハメ派？写真を嫌がるおじさん？この橋にもたれかかるっていうか、なんか逃げてる感じで、なんか逃げてるような感じ。何かから逃げてる感じで、なんか帽子をかぶってるようなフードみたいな人がちょうどなんか、ここに寄りかかる、手すりに手をかける感じで。ファンキーさん？りんたろーさん？手にも見える？そう、両手を差し出してさ、この擬宝珠に手を置いてる感じ？これが体で。そう見るとそう見えちゃう。もう思い込みは怖いよね。一度そう見えるともうそうにしか見えなくなってしまうっていうのがまた、この、なんとも言えない、この、でも、いやー、これ見えるなー、これ。手、いや、普通にこれ手じゃん、これ、明らかに。これなんて説明したらいいのかな、これもう、でも嫌だ、そう見えてきちゃう、これ。まあ、明らかに掴んでるじゃん、これ。これ、ちょっと待って、ちょっと待って、見れば見るほどなんだけど、これ。ちょっと待って。ちょっと待って、え？これ手すりにさ、手あるよね、これ。これ手でしょ、これ。手すりに手かけてるよね、これ。これ腕だよね、これ。これ腕。で、これ手をさ、この擬宝珠っていうんだ、この丸いところに手、左手を向かって右手、
向かって右手をこの、ここに、擬宝珠に手をかけて、向かって左手をこの手すりに手を置いてて、こう顔でさ、なんか手すりにこう手をかけてるっていうか、下から入れてる感じ、手すりに。そう言われたらそう見える。ダメだ、どん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 そう見えてしまう。 これダメだ、ダメダメ、一旦これ冷静になって、一旦でもダメなんだよな、一度見えちゃうともうそれにしか見えなくなってしまうんだよな。いや、一旦ちょっとね、いや、リスナー、落ち着いてリスナーさんに判断してもらおう。曖昧すぎるか。そうだよね、シュミラクラの可能性もあるよね。シュミラクラだよね。シュミラクラにしようか。一旦冷静になってからもう一度見てみようか。見てない、あ、頭の中で見てない体でもう一度。よし、じゃあ先に行こう。オカルトハンター、私オカルトハンターじゃないんですけど。配信的にはそっちの方が面白いから、そうしておこう。あ、心霊にしておく。ムーに送るか、月刊ムーに。和服集団催眠。ズバリよ、ゆうかさん、ズバリよ、それは心霊写真、赤いオーブが危ない。後に撮った写真は何もありませんでした。やだ、マムシ注意なの？マムシ注意。やだ、何この道、初めてなの？あ、いいの？ここ。何ここ？やだ。あ、何あれ？あれ誰かいる？あれ街灯？あれ何？あれ何？あれ何？教えて。あんなとこに街灯ありましたっけ？あんなとこに街灯あった？誰か来る。4時だから3パーディール。あの明かりなんだろう。ちょっと待って待って、ホタル。あ、私有地と隣接地点でいろいろな明かり見える、街で。電波悪いですか？今電波悪い？段ボールいる？一旦下戻るか。あの明かりが何か確認しに行こっか。何の明かりだろう。怖いな。一旦確認しに行くか。ちょっと待ってね。気になる明かりがあるんだよね。住宅街。いや、この先は住宅ないね。もしかして、やだな。火の玉見えちゃった的なやつ、嘘でしょ。怖いんだけど。怖い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 
怖い怖い怖い、普通に怖い。
該当か。ただの街灯だった。車もないし、ただの街灯だ。あの街灯か、びっくりした。ただの街灯だった。さすがにこんな時間に人いない。さすがに窓声小さいんだけど怖くて、さすがに人いないよねこの時間帯に。でも私がいるから他の人がいてもおかしくないのか。街灯だ。解決塾じゃん、この後すぐ。よかった、解決できた。なんかドキドキが収まらないんだけど。問題ない。びっくりするよね。うん、そう、ゆかさん大丈夫、該当でした、はあ、やだ、わら人形とか落ちてるのかな。わら人形落ちてる、うんうん、ねえ、どなたかさ、さっきの写真さ、わかりやすくさ、あれしてください。あの、あれして、あれできない、わかりやすく検証できない。怖い。あれ、深呼吸しよう。志村、寝る前に頼む。あのさ、あれ、あの私のほら投稿したやつ、写真載せたやつ、ツイッターに載せたやつさ、なんかほらボールペンでさ、なんか書けるじゃないですか、ペンでっていうか、なんか輪郭とか、なんかあの、なんて言ったらいいんだろう、私が最新の写真。ピンボケ写真でしたよ。あ、そう、ただのピンボケ写真でした。嘘、はあ、怖い。見学できません。あ、そうなんだ。この先はダメなんだ。ちょうど私が行ったところまでだ。よし、じゃあまた下に戻るか。ちょうどギリギリだ。よし、誰か頼む。いつもの着物、そうだね、よかったね。有能な検証班、そうそうそう。まだドキドキが収まらない。風景で溶け込んでる。オカルトハンター、ノンキハンター。明日もう一度、日曜日に、日曜日もう一度か、写真、え、日曜日にもう一度見てみるか。よいしょ。服4枚しか着てないけどまだ暑い。見てる方もドキドキした。やっぱりするよね、ドキドキね。ちょっともしかしたらここ電波悪くなりますね。また戻るか。あの滝の方にもう一度 滝見に行こうか。形が変化、ああ、そういうことか。オッケーオッケー、確認します。東京行く準備する。あ、またはい、小畑さん、あ、東京に行かれるんですか。あの、お仕事か何かですか、コンサート。お疲れ様でした。おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。息だとしたら、そうなんですよね、息だとしたらね。でも結構息でも濃く映る場合があるので、もしかしたらそれかな。あ、お舞台、お舞台ですか、素敵ですね。ちなみにどなたのお舞台ですか。
広告情報ありがとうございました。ありがとうございました。もうこんな時間か。アリスの森？え、存じ上げません。茨城のどちらになりますか？アリスの森。アリスの森？不思議の国のアリスか？関係しているのか？暑いな。しかし、少し休みたい。この坂道が効くんだ。あ、雪降ってる。また雪降ってきた。うわ、雪降ってる。完璧雪だ、これ。え、どうしよう、雪だ。困ったな。雨なのか雪なのか。汗ばむわ。小鳥漁師さん、南小鳥漁師さん、お久しぶりです。汗ばむわ。歩きすぎて、ここさ、思いのほか山道だからさ、暑い、暑すぎる。どこかに座りたい。一旦座るか。あ、ゆうかさん200ポイントも嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。広告ありがとうございます。感謝します。暑い、座るか。思いのほか山道でさ、ここ普通に山だ。あ、つあつあつあ、服脱ごうかな。どうしよう、風邪ひいちゃうかな。でも脱ぐのめんどくさいしな。いや、なんか、あ、そうだね、なんか食べよっか。あれ食べよう、残ってるやつ食べよっか。これが血で、三日三晩血で染まったって言われてる滝ですね。滝、今は滝ではないんだけど。もう生に、ああもうやだ。もうああもうやだ。え、なんで？壊れた。ファスナーが壊れた。開かない。噛んでる、噛んでる。噛んでるよ。あ、取れた。大丈夫だ。吐き気とか何、分かんない。ちょっと休憩しようか。ごめんなさい、休憩ばかりで申し訳ない。今、噂の滝に来てみた。
これ今日の駄菓子これでした。ジューシー、サイダー味です。懐かしいですよね。1965年か。シンス。1965年のジューシーです。かばやさんですね。岡山です。大好きは大丈夫よ。ゆうちゃんのファスナー。やだ、ゆうちゃんのファスナー。いいの？下ろしていいの？私。休憩ばかりしてる。懐かしい、おいしい。3つ入れちゃう、口に。おいしい。延長に成功しました。あ、次は切れてなかった。もう5時か。早いな。立ち見出てなければこのまま行っちゃいますよ。ごちそうさまでした。